E3 サ,サクソバンククラシックは、例年3月下旬に、ベルギーのフランデレン地域で開催される、自転車ロードレースのワンデーレース。UCI ヨーロッパツアー 1HC カテゴリーを経て、2012年シーズンにより、UCI ワールドツアー対象レースとなった。かつてのレース名は、E3 プライスフランデレン E3 ハレルベーク E3 ビンクバンククラシック。 ウエストイコールフランで練習のハレルベークを始終点とするレースで1958年に開始された。通例として土曜開催、そしてロンドファンフランデレンの前哨戦としても位置づけられていたが2010年にヘント・ウェベルヘムが翌日の日曜日に移動となり土曜 e ンプライスフランデレン日曜、ヘント・ウェベルヘム翌週日曜、 ロンドファン・フラーン・でレン翌々週日曜、パリ・ルーベという流れになり、北のクラシック開幕戦というべきポジションへ移動した。さらに、UCI ワールドツアー退場レースに移行した2012年は、金曜日の開催となった。勾配12.5%の激坂が500メートル続く区間があるなど、12の峠越え区間があるため、アップダウンが激しく、また石畳区間もあり、 全般的に見て厳しいコース設定となっている。歴代優勝者を見ると、ディック・バン・ローイ、ヤン・ラースがそれぞれ3連覇しているほか、トム・ボーレンが2004年以降、4連覇を達成、2010年以降は、ファビアン・カンチェラーラが3勝を挙げている。ありがとうございます。